海流。海流は、大日本帝国海軍の特殊戦航艇の一種で、敵艦に対して魚雷もしくは体当たりにより攻撃を行う、二人乗りの有力特殊戦航艇、水中特攻兵器である。海軍工作学校教官、浅野宇一郎機関中佐、階級故障は1943年1月当時の発案で開発された。開発段階では機密を図るため、 SS かなものと呼ばれた。本土決戦用の特攻兵器として開発され、飛行機の部品などを使用し、横須賀海軍工場などで終戦までに224隻が建造され、約207隻が製造中だった。通常の潜水艦と異なり、翼を有し、飛行機のように上昇と加工を行うため、構造が単純で建造を短期間に行うことができた。 各地に基地を設け、海流を配備したものの、終戦によって、本土決戦が回避されたため実戦に大規模、投入されることはなかった。一区名称、SS 化なものとして、各種試験が繰り返され、1944年5月の時点で、ほぼ実用的な艇が2機製造されていた。1機は、横須賀の海軍工作学校、もう1機は、海軍交渉に置かれた。 計画時秘匿名称、金物は、目標近くまで母艦任務の潜水艦で運ばれ、出撃し、敵艦艇を来撃した後に母艦へ帰還するとされていた。海流の兵装は直径4 5トルの魚雷2本である。魚雷は内部に射出用ロケットを装備した射出塔の内部に収められていた。この射出塔を、海流の停体下部に設けられた2条の軌道に、 それぞれ前方から挿入し固定した。艇内から射出スイッチを操作すると射出塔内部のロケットが点火、魚雷が筒の前扉を吹き飛ばして打ち出され、射出塔自体は地上後方へ抜け落ち、停滞から離れる。発射は海流の開発時に実際に行われ、評価試験者は発射の衝撃、高音、そして艇のトリムの急激な変化への対応に苦労した。 またこれらは開発に携わる搭乗員に実用上の懸念を抱かせるものだった。その後、海流の量産に伴って巨雷射出等の装着が間に合わないことから定主に6 0 0ラムの爆薬を装備することが決定され、実際に射出実験、訓練を行った海軍関係者は数名にとどまるものと開発担当の搭乗員は推測している。これに対し、 横須賀の嵐部隊では海流にも儀弾を搭載し、巨雷発射試験を行っている。ただしこの訓練は目標を特に定めず、訓練よりは発射試験に近いものだった。来走した海流は、飛来掃除の半分程度しか速力を発揮できなかった。発射レバーを引くと発射音が響き、片弦が軽くなって手が左右に大きくローリングし、動揺が収まっても海流は片側に傾斜した、ままだった。 この状態で2発目を発射し、訓練を終了した。意欲的な設計がなされた本型は、大型の水中翼を装備していた。操縦も爆撃機銀河から航空機用の操縦装置を流用し、これはジョイスティック装置と呼ばれ現代潜水艦の標準的な操縦装置である。海流の操縦は他の先行艇と比較すれば、まだ簡易であり、水上。 水中の運動を行うにあたり、操作担当に要する乗員数を少なく抑えている。海流の司令塔の発地直下には、手付け席が設けられており、このすぐ後方に、手調席がある。手内は極度に狭いため、手調、手付けが順序よく、手に入る必要があった。手付けは操縦桿により、水中翼フラップを操作した。フットレバーは銃の打を動かす。また、 ジャイロコンパス、振動計、回転計、圧力計、電池の充電状態などの軽器類は、手付け席に集約されていた。潜望鏡による外部と上空の索敵、閃光と浮上の中排水、エンジンクラッチの操作は、低調の担当だった。海流は、公標的や、従来の潜水艦と異なり、水中翼によって航空機のように運動できる、艦艇だった。海流は、 司令塔直下の水中翼によって水上走行時の予備浮力を保持することができた。構想中、低の浮力を中性もしくはややマイナス気味としておき、水中翼のフラップを作動させることで急速先行が可能だった。熟練搭乗員が低を操作した場合、完全先行は5秒以下で行われた。海流は改善を繰り返したことで構造や機能が簡易化され、 水上、水中の安定性が良好であり、停体の大きさに比べて圧力を支えるビームが多かったために、水中での耐圧性に優れていた。公表的での訓練に完熟した搭乗員は、海流の操作を把握するのに差して、時間を要さなかった。SS かなものの実験要因は、豆潜水艦としては、なかなか立派なものだったという評価を、この特殊潜航艇に下している。 海流部隊には、整備兵による支援が必要だった。海流の蓄電池は、完全放電から全充電に8時間を必要とした。普通充電は5時間、急速充電には3時間を要した。このため、帰還した艇はすぐに引き上げて整備し、充電作業を行う必要があった。SS かなものは、兵器として一定の目処が立ったため、1945年3月、 三浦半島の油壺に基地を作り、搭乗員の養成が開始された。4月に海流として、緊急量産が命令される。5月末、開店、降量と共に兵器として採用された。後期の海流は、戦況の悪化も講じて停止に爆薬を充填し、体当たり攻撃を前提とした、特攻兵器として建造されることとなった。 横須賀海軍交渉では1945年9月までに700隻を製造する目標を立て量産を行っている。海流は速度が遅いため本土決戦では敵輸送船団への攻撃作戦を行うことになっていた。海中飛行機の発案は技術的には興味深いが当時の技術で少数の乗員が乗艦する潜水艇が3時。 元空間の運動性、安定性を両立させることは困難であった。さらに、海流自体にも技術的な問題があった。訓練を開始したばかりの手付けはジャイロコンパスでの、手の進路保持が精一杯であり、手長は、潜望鏡で周囲の視察にかかりきりになりがちだった。海流は、水上高層時、速度が出るに従って徐々に深くを取って水中に、 潜ろうとする傾向があり、これに気がつかない場合、休排気筒から海水が侵入した。慌てて丁調がエンジンを切らずに休排気筒を閉めた場合、今度はエンジンが、艇内の空気をすべて吸入して、真空状態となった。基礎協定後の単独操縦ではこれによる窒息事故が連続し、殉職者が続けて出た。1945年5月には、伊豆半島の下田に、 第13突撃隊の基地が設けられ、西海岸の絵の裏にも、第15突撃隊の基地が設けられた。一定隊は13隻の海流で構成された。第13突撃隊では、8月初旬、三駒本島の東大を砲撃する敵潜水艦に対して一隻が出撃した。途上、海流は、水上航行中に敵艦再機の銃撃を受け、急速戦法指南を逃れた。 島の付近に到着するも敵の歓迎はなく帰還した。この後に第十三突撃隊の出撃機会はなく、数日後に終戦を迎えている。対戦末期の資材の不足、品質の低下の中にあって、実用化された海流の性能は計画値よりも大幅に低いものだったと推測される。人間魚雷回転よりも速力が大幅に遅い海流では、 たとえ低速の輸送船相手であっても護衛艦艇に阻止され攻撃は難しかったと考えられる。また、艇首の爆薬装備部分は本来600リットルの容量がある全部燃料タンクであり、爆走した海流の搭載燃料は480リットルの後部燃料タンクだけとなる。この状態の海流の行動半径は1 0 0トル以下となり、 まともな作戦行動は行えない。この辺りに終戦直前の混乱が伺える。戦後の1945年9月に横須賀へ進駐してきたアメリカ軍は海流を多数路角し、一区基地や生産工場も発見し写真を残している。これらの写真はアメリカ海軍歴史センター、ネーバルヒストリカルセンターが保管、公開しているが、巨雷を装備した海流は愚か。 外装魚雷単価、搭載が計画されていた魚雷も全く映っていない。1945年には、より高性能の特殊潜工艇である工量への魚雷装備もままならない状況だったことから、海流の魚雷搭載は放棄され、事実上、体当たり自爆を目的とした人間魚雷として量産されているようである。大和ミュージアムが魚雷2本を搭載した。 計画当初の潜水艇海流を展示しているが、このような魚雷装備の海流は量産、配備されたことはなかったと考えられる。結論から言えば、海流の作戦能力は限定的なもので、戦果を上げることは難しかったと推定される。戦術としては、海流は夜間に基地を発進し、敵艦隊に攻撃を行う。主として、敵上陸部隊への攻撃が想定された。 接敵までは浮上航行し、近づいてから先行する。敵艦に対する理想的な魚雷の発射距離は800メートル。魚雷発射後に体当たりを行うものとされた。出撃定数は12隻で一体とされた。配置は敵に対して一列の三回線、または複列の三回面を作り、進撃して敵と接触するか、あるいは待ち敵する。ただし、これを実現するためには、 様々な障害を排除する必要があった。まず海流の速力は低く、雷掃除には、飛雷掃除と比べて速度が半減した。相互の通信能力はないため、艇間で連携して行動することはできない。低ごとの個別攻撃のみが行え、指揮管制は受けられなかった。策敵能力は、低調の小型潜望鏡のみであり、限られた視界で敵を探し出し、敵の速度、方向、 距離を計算し、魚雷を命中させなければならなかった。こうした、機動力、索敵能力の要素から、海流は夜間に浮上航行で接敵するものとされたが、これは、敵の護衛艦による探知の可能性を高めるのだった。護衛を先行でやり過ごした後に800メートルまで、接近、魚雷発射に移る。魚雷攻撃後には体当たりを行うが、海流の先行速度は10ノット程度と低く。 近づけたかには疑問が残る。実例としては、1945年6月下旬の大島房総半島間での総合夜間訓練に、第11突撃隊の海流3隻が参加したが、2隻は目標を発見できずに終わっている。こうした戦闘を行う以前として、沖縄の公表的部隊の戦例を見ても、連合軍はまず陸上基地に熾烈な攻撃を加える、ため、 海流の基地に先制攻撃が加えられて、基地機能が破壊される可能性は高かった。一方で海流の対艦能力には以下の演習例がある。1945年5月16日から18日にかけて横須賀鎮守府第一次特攻合同演習が行われた。この時、海流は夜明けに停泊中の艦船を攻撃するという想定で襲撃を実施した。 時間は17日の夜明けであり、十分な明度の下、雷来撃を予期して10名の見張り員による監視が行われていたが、魚雷発射まで海流が発見されることはなかった。また魚雷は目標に命中した。2015年8月5日、下田港域で海流と見られる特殊潜水艇が発見された。下田に入港した4隻のうち1隻が座礁したという記録があるため、 その一石ではないかと推測されている。爆薬が残っている可能性があるため注意喚起が行われた。外見上、艇主が尖っているのが量産前期型とは大きく異なる部分。試作艇の大焼け身の際、追尾船を艇主により沈没させてしまったため、量産前期型では艇主に丸みがつけられたとされる。江田島の海上自衛隊。 第一十課学校の校舎前で展示中の怪獣は、試作3号艇。外見上は、試作艇の艇手に丸みをつけ、水中翼の翼弦長を短くしたもの。内部偽装では、艇手の燃料タンクを爆薬に置き換えたため、全部トリミングタンクの位置を少しだけ前方へ移している。なお、前期型なる、兵器名は存在しないが、 工術する後期型との区別のため便宜上を用いる。量産前期型が、艇内に装備した97式天林羅針儀が、不調のため、セール内の前方の雑木窓を排して、セール前方に4式式羅針儀を設置したもの。停滞からの時期の影響を抑えるため、羅針儀は木製容器で覆われた。量産後期型をもとに5人乗りの訓練専用艇としたもの。 携帯を1メートル延長して、全長を18.28メートルとし、共感用に水防メガネ3型改め号を1本追加した。横須賀海軍交渉で20機製造された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。